ポキプシーは、アメリカ海軍の紹介フリゲート。タコマ級フリゲートの一隻。艦名は、ニューヨーク州ポキプシーにちなむ。ポキプシーは1943年6月3日に、ウィスコンシン州スペリオルのウォルター・バトラー造船で、寄港した。4月15日までは、PG-134 と呼ばれた。1943年8月12日に、フランク・エム・ドラン夫人によって命名。 浸水、海軍に艦され1944年9月6日に、艦長、QM グリーリー沿岸警備隊中佐の指揮下、収益した。バミューダでの成長後、ポキプシーは10月29日から1945年1月31日まで、フィラデルフィア海軍造船所で信頼性試験を行った。2月から3月にかけて、キューバのグアンタナモ湾へ、船団護衛を行い、3月後半には、 ニューロンドンの沖合で対戦水艦船訓練を行った。その後も7月3日まで東海岸沿いニューヨークからバージニア州ノーフォークの間で対戦紹介及び戦団護衛任務に従事した。7月9日にニューヨーク湾から出港したポキプシーはパナマ運河を通過し太平洋艦隊司令官に任務の報告を行った。その後、ワシントン州シアトルで ソ連海軍への対応の準備を行った。ポキプシーは1945年10月2日に、レンドリースポーに基づき、ソ連海軍に対応され、EK-27 として任務に就く。ソ連での活動後、ポキプシーは1949年10月31日に、横須賀でアメリカ海軍に返還された。ポキプシーは、予備役状態のまま横須賀で保管され、 1951年3月23日に、天候監視官の候補に選定される。1953年1月14日、日米船舶対応協定に基づき、第一回対応官として警備隊に対応され、もみとして収益した。他に対応された、クス、なら、カシと共に同日付で、第一戦隊を編成し、横須賀地方隊に編入された。 モミは1953年8月16日に、新編された第二戦隊軍に司令警備船として、編入された。1957年4月1日、第四護衛隊に編入。同年9月1日、艦籍番号が PF-284 に変更された。1961年12月1日に、アメリカ海軍から除籍。 1962年8月28日付で、太陽から強陽へと変更された。1965年3月31日に退役し、補完船に区分変更され、1970年3月31日に除籍。1971年7月12日にアメリカ海軍に返還された。その後、大韓民国で同系艦の予備部品として、 解体使用された。ありがとうございます。